皆様こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。はい、アキンドよもやま話ですね。はい、よろしくお願いいたします。よろしくどうぞ。よろしくお願いいたします。近村さんはちょっと待機しておきますか。はい、承知、はい、いたしました。はい、はい、早速ですけれども今日も、元気に頑張ってまいりたいと思います。元気に、元気に頑張って時間通りにスタートできましたので。あ、終わったです、ね、もうちょっと今ガタッと言いましたけどすみません。21時、21時ちょうど、スタートでございます。はい、早速今日も1名今あ本当に、はい、いや今からですね、ちょっと私がつぶやきますね。はい、はい、しました。よろしくお願いいたします。はい、はい、今日もいろいろ面白い商品持ってきておりますけれども、今日はちょっと今までと違った、雰囲気のものを一つ皆様にご紹介しようかなと思っております。なるへそ。はい、また話題の点です。ハイドロゲンもですね、かなり人気が出ておりまして、何個も買いたくなる点です。ありがとうございます。いいですよね。はい、で特にハイドロゲン限定の、はい、コラボレーションモデル、こちらの方がやはりすごい人気が出ておりまして、なかなかフルモデル全部10モデルが揃うということが店頭でもない状態です。うん、はい、でその中でも今日は比較的、揃ったというような形で、まあ、一番通常モデルで一番人気の黒に白のドクロ、こちらのモデルはちょっと今まだ、オーダー待ちで、まだ注文で入荷待ちの状態ですけども、それ以外の3本は入ってまいりましたので、はい、ちょっとこれを初めて、こちらの放送で、ご紹介したいと思います。なるほど。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、どれどれ。まず早速ちょっとボックスに入った状態で皆様にドンと、はい、スパッ。4種類ですね。今日4種類ですね。あ、いいですね。はい、お持ちしておりますけれども、うん、はい、今までこの真ん中2つの黒に青ドクロ、はい、あと黒に赤ドクロのバージョンが今ありますけれども、はい、今まで放送で、撮影させていただいたのが黒に白のドクロのバージョンですね。はい、はい、で今回は、レギュラーモデルでは、この黒に青、黒に赤、そして一番端っこの白に黒、白に黒、これ珍しい、白に黒のところ、うん、はい、でこういったバージョンがレギュラーモデルとしてあります。なんか女性が手が伸びそうな。そうですね、意外とですね、女性の方、この大きさでつけられるんですが、この白の黒どころ、不思議なことにですね、私どものお店では男性が皆さん買われていらっしゃいます。本当にまだ女性で買われた方がいらっしゃらないんですよ。あ、この白に黒の、白に黒のドクロ、ドクロ、はい、あ、このバージョンちょっと、お見せしたいと思います。はい、はい、はい、モデルとしてはこちらのモデルになります。お、白に黒のドクロという、はい、はい、こちらなんですが、これシンプルですよね。はい、非常にシンプルです。はい、角度をつけるとこのような形で、うん、数字が立体的になっているのが皆さんご確認いただけるんじゃないかと思いますけれども。なるほどね。はい、そうといろんな角度で見ても本当に楽しんでいただける時だと思いますけれども。もう高さんは、はい、もうカメラ目線バッチリですね。今日は今日はもうバッチリやりやすいね。どう向ければカメラにどう映るのか、そうそう、ね、もう、うん、習得しましたので、うん、バッチリ今日はお見せできます。あ、これいいな。はい、これはまたカジュアルにもいいし、これドライブするときにいいですね。はい、うん、で今までとまたちょっと違う雰囲気になりますので。全然違うね。はい、こちらの白に黒のドクロ、非常に人気でして、これはスタンダードバージョンですよね。スタンダードバージョンです。はい、しかしいいですねこれね。通常4種類、うん、はい、ハイドロゲンコラボレーションモデルとしてはございます。うん、はい、その中の白の黒ドクロバージョン、この間ロゼッタストーンのブログニュースに、はい、ハイドロゲンのですね、コマーシャルを、載させていただきまして、はい、動画も配信をされておりますですね。はい、ありがとうございます。つまりあちらで出ているのがこのレギュラーモデルの4種類、今日、残念ながら全部揃わないんです、とにかく。で今日は、そのうちの3種類、揃いましたのでお持ちしました。はい、次が黒に赤ドクロ、このような
ような形です、ね、あこれもまたいいですね、はい、うん、まあ、非常にクールな感じですけれども、うん、意外とこちらが、最初私男性かなと思ったんですが、こちらが女性の方です、ね、あソフィー高柳さんではもうこの4個しかないんですか、うん、今はい、他なかなか来ない、はい、来ない、なかなかこれなかなか揃わないですねレギュラーモデルが全モデルまだ揃ったことがないんですよ。へえ、あレギュラーでも揃わない、はい、はあ、そんなもんなんだ。で黒に白と黒 の、 うん、一度放送でお流ししたバージョンですけれども、はいはい、あちらが今2ヶ月待ちでしょうか、ちょっと入荷がいつになるか全く読めない状態、ね、車並みですね、はい、へえ、何でも日本全国から、うん、1000本単位でちょっとバックオーダーが溜まっている状態という、あだ かなり遅れてますね、はい、ですのでこれは困りました。ちょっとうちも入荷がいつ頃になるか分かりません。で実際にこのタイプも非常に人気があります。あど、まあ、どのカラーでも非常に人気があるんですが、はい、あとこちらですね、青、これもなんかクールな感じがしますよね、はい、非常に爽やかな、ハイドロゲンのね、はい、爽やかな感じになりますけれども、うん、それぞれ雰囲気がかなり変わってきますので、うん、なんか同じメーカーじゃないように見えちゃうんですね。そうですね、うん、この文字の立体面いいですね、はい、うん、でやはりハイドロゲンのブランドのファンの方は、はい、これ全色揃えられる方がやはり何人もいらっしゃるみたいです、はい、でその日の気分その洋服に合わせて付け替えて楽しまれるという話を、なるほど、はい、聞いておりますけれども、うん、まあ、このような形ですね。本当にそれぞれ違った特徴がですよね、はい、うん、いいなこれは。なかなかで一番端っこがどれどれ、なんか見覚えのある、なんか、はい、私のと同じような、なんか同じなんですか、腕に掲げられているものと全く同じでございますが、あ同じなんですか、はい、それ限定でしょ、それが限定でございますもしかしたらもう1本しかないんでしょう。こちらは、うん、すみません、私この間5本という話を、うん、5本、はい、うん、してちょっと勘違いしてまして、うんうん、9、銀、金それぞれ5本ずつ、あ、ありました、はい、ということは、はい、まだちょっと残ってるかな、まだあとちょっとだけ残っております。3、4本と金が2、3本は残っとるか、銀が3本、ホワイトゴールド3本、金が2本、うん、金が2本だっていうことは金が人気あるのかな、やっぱりですね。そうですね、ただあまり変わらないぐらいですね。2000円しか変わらないです、はい、通常モデルと2000円しか変わらないんですがこの雰囲気の違い、うん、まあ、例えば青、ちょっと角度を変えた時にですね、うん、やはりドクロ そのメタルの雰囲気っていうのがかなり変わってきます、うん、ですね。あとこの周りの部分ベゼルと言いますけれども、ここが黒と金でだいぶ外側がホワイトゴールドの分だけ大きく見えますよね、はい、うん、大きさがだいぶ大きく見えるという、うん、見えますね、同じものなんですけどね、はい、うん、あとやはり真ん中のスカルがかなり、なるほど、光り輝いておりますので、かなりここからもまだ横からギラギラと反射して光が輝いてくる、きますよね、きますよね、かなりきますけれども、姫ちゃんさんが来られましたね、はい、ありがとうございます、うん、こんばんは、はい、よろしくお願いします、はい、というところで、うん、これだけなかなか揃うと爽快ですけど、揃わないけどね、はい、私も初めて見ましたね、はい、いいですねこれね、うん、なかなか、うん、白が僕好きなんですよね結構、はい、うん、結構人気なんですよ。で、うん、まあ、黒に白と黒はやはりコマーシャルモデルでいろんな、うん、まあ、メディア媒体ですとか、うんうん、まあ、広告とかにも載っている代表モデルですから、うんうん、あちらが一番人気なのはまあ当然なんですけれども、うんうん、その次に人気あるのはこの白に黒の黒バージョンです、ね、はい、でこちらはかなりまた入荷が滞っている状況でして、はい、まあ、このどのモデルっていうわけではなく全てにおいてもう入荷が本当に間に合わないような状態なんですけれども、うん、非常に面白い楽しい、カジュアルに楽しんでいただける時計かなというふうには思っております。赤がいいということで、あら、姫ちゃんさん赤がいいんだ。そうですね、やはり女性には、でこの赤もいやらしい赤ではなくて、やはりそこら辺イタリアのセンスが秀逸だなと思うところなんですが、うん、ちょっとピンクがかった
真っ赤なんですね。若干ですね。若干、はい、うん、それはありますね。ドリツ赤ではないんですよ、はい、うん、よくあのフェラーリの赤をイタリアだとちょっと思い浮かべてしまうところなんですが、うん、これはまた違いますよね。この赤はまたちょっと違った感じです。なんか横着さんが来ましたね、はい、よろしくお願いいたします。このような形でですね、結構いろんなモデルありますけれども、今日は4モデル揃ったということで、うん、これに今ゴールドもあったんですけど、はい、ボックスの関係で、なるほど、この4色持ってきました。ボックスをこう無理して横に置くとね、はい、でございます。なかなか揃わないというところですが、はい、楽しんでいただける時計ではないかと思っております。うん、これはいいですね。実際にあの道端ジェシカさんですとか、はい、あと歌手のひとみさんですね、はい、ご自身のブログでこちら の, あのテンネスの時計をご紹介されておりまして、まあ、ご自分の愛用時計だというような形でお話をされていらっしゃいます。おしゃれですよね、はい、うん、そうですね、まあ、時間を見るという、まあ、根本の機能は近村さん毎日ね汗かいたのを、はい、ちゃんとこの柔らかい、まあ、ちょっとこうアルコール分のあるやつ、あのこれも溶けないと思うんで、はい、それをさらっと拭いてですね、磨いております。いつも新品テンデンスですね。ありがとうございます、はい、まあ、というような形で話題になりますよ、はい、やっぱりねでかいって言われます、うん、ある人から目覚まし時計って言われて目覚ましじゃねえぞってただこれだけ大きいんですが、うん、重たくないんですね。で非常に、うん、あの軽い、軽いですね、はい、非常にはめやすい時に腕の細い人の方が僕逆にいいかなと思って、はい、近本さんちょっと腕でかいじゃないですか、でね細い人はなんかこうブレスレットみたいな感じで、そっちの方がこう気楽かな、ね、近本さんならないんですよブレスレットにうちの女性は、うん、あの社員も、こちらの時計しておりまして、まあ、うん、ドクロバージョンではないんですけれども、うんうん、こちらの時計をつけておりまして、うん、やはりバングル感覚ですね。バングル、はい、あ、その感じ、ブレスレットですとかバングルをつけるような感覚で留めてます、うん、洋服のお色とかデザインに合わせてこのテンデンスが3種類ぐらいあれば最低いいですね。最低は3種類欲しいですよね、うん、ちょっとハエみたいに手をもみすりしてますけどねね、はい、まあ、という、感じでございます、はいはい、テンデンスでした、はいはい、ハイドロゲンですね。ハイドロゲンですね、というブランドとのコラボレーションモデルということで、うんうん、で、まあ、こういった時計あの店頭の方では電池交換修理関係も受け止まっておりまして、うんうん、テンデンスの場合は正規のみあの対応が可能ということになっております。もちろん正規ですね、はい、正規代理店ですね、当社の場合は正規代理店になりますけれども、はい、修理も対応可能です、はい、で、実は今日ですね、ちょっとお客様電池交換持ってこられた方いらっしゃったんですが、はいはい、全然違う時計なんですけれども、うん、電池交換しててですね、うん、あの液漏れという現象があります。古くなりましたらですね、はい、ありますね。あの時計を、うん、皆さん時計をお持ちだと思いますが、うん、しばらくはめないで引き出しの中にしまっておかれるとですね、うん、あの止まったまま止まったことに気づかずにそのままずっとしまっている状態のものが多分皆さん引き出しの中に何本かあるんじゃないかと思います。あ、なるほど、それ抜い取った方がいいですね、はい、うん、で乾電池でよくあるんですが、液漏れといいまして、うん、電池の中に強アルカリ性の液体が入っております、うん、でこちらがあの電解物質を、うん、金属を分解しながら発電をしていくんですけれども、うん、時間が経っていくとですね、この液が漏れてくるんですね、うん、で電池交換だけだとそんな手間もかかりませんし、うん、お金もそんなにかかりませんけれども、一旦液漏れを起こしてしまうと中の機械が腐食してしまうんですね、うん、で中の機械が錆びてもう歯車も溶けてしまったりですとか、うん、はい、まあ、そういうような状態になりますと、うん、部品交換またオーバーホールといった形でかなりのコストがかかってきますので、うん、時計止まっているものがありましたらぜひお早めにですね、うん、お持ちいただければと思います、うん、はい、結構来ましたよ、止まったまま多いかと思います、はい、かな、私は今つぶやいたのがですね、はい、クォーツ時計の電池は切れてそのままにしていると腐食しますと、できるだけ早めに電池交換をしてください、はい、ね、